井上までございます。ノーミルク佐藤です。休み時間ラジオでございます。ということでね、今日ちょっと声が響いてるかもわかんないですけどね、サウナの個室からお送りしてるということでございますねなんかすごいミラクルがありまして、先生ね、新宿でね、私ネットを失ってるわけです。今うちのネットが壊れましてね、あさってぐらい直しに来てくれるらしいんですけども、だからミラクルマンデーライブができないじゃないかと、ミラカの収録すらできないじゃないかと、これで、ネットつないでやってもらってるから、ネットをさすらいでね、予約したの、新宿の、ね、リモートワークボックスを、ね、で、そこを夜撮ってるから、マンデーライブの時間、8時半から、ね、で収録もありますから、11時半まで撮ってる、ね、でその前の時間に私、カフェにいたんですね。昼前に。でもなんかこの夜もね、生配信で新宿行くからもうあれかなと思って、サウナでも用足だと思って。うん、でね、こう重い荷物しょって、そのね、マイク、パソコン、モニター、ね、はい、いろいろ持って出たんですけどもね、たどり着いた、いつも行ってるね、ラクーアですよ、水道橋。ね、そこがなんと閉まってましてですね。嘘でしょ、なかなかねえよ。ね、そうなんです。年間そんなに休みないと思うんですよね。もうしょんぼりくれましたけど、ネット時代でございましてこれ探しました。近くに、すぐ近くではないんですけど、一駅二駅行ったところにね、あるサウナがありましてね、そこに入って、まあ、お風呂入って、まあ、新宿行こうかと、ね、ここまで来たらもうお風呂入んないで新宿行くのは悔しいと思って、時間もすげえあるし、ね、そこでお風呂に入りまして、あ、いいとこ見つけたななんて、風呂もまあちっちゃいんですけど、ラクーアと比べてね、で休憩室なんか行って、お、快適じゃんここって、ね、うわ、コワークスペースあるじゃんみたいな、ご飯食べちゃおうかしら、うわ、ビール飲んじゃおうかなみたいな、ね、で横になっつってね、いろいろ動画なんか見てたら、チェリーとかね、でちょっとだるくなって、今しばらく新宿行くのめんどくせえな、これもう、もう予約してるしな、行くかって、パッと立ち上がってトイレに行こうと、通路を歩いてたらですね、なんと、その新宿で予約していたのと同じブランド、同じメーカー、同じ会社がやってるサービスのボックスがあったんですよ。そのサウナに。ね？ということで、10月3日22時59分、まもなく11時ですけど、私、その生配信を終えて、サウナのボックスの中から先生とこの休み時間ラジオ撮ってるのと声が響いてるというね。なるほどね。長くなっちゃいましたけどもね。快適ですよ。この後、フロートビールですから、私。ね。マンデーはやっぱりいろいろ動画見るでしょ、先生もね。そうだね。海外 J リーグ全部見終わんないからね。だから、マンデーは私、そこでやっちゃおうかなと思ってますけどね、サウナで。風呂上がりだゾーン。最高ですよ、先生、これ。いや、いいだろうね。風呂浸かりながら思ったんですけどね。スポーツバーとかいっぱいあるでしょ、もうダゾーンさんでサウナ作ってくんないかなと思ってね。あのサウナ室の中でね、サッカー見て、で水風呂入ってる時も同じ試合見てないかなと思ってね。ああ、なるほどね。でちょっと上がってね、ビール飲んでる時も同じ試合見れないかなと思ってね、そんななんかあれじゃない、場所あったら行っちゃない。行かねえか、みんなスマホ持ってるしな。風呂の中で見たいよ、でもね。まあ、それはある。大記憶してる時も見たいですよ、窓際で。ね、ダゾーンスペースならぬダゾーンサウナ作るね。ダゾーンサウナ。チャンネル権が大変ですね、これね。そうだよな。J1 見たい人もいれば、J2、J3 見たい人もいればね。川崎線見たい人もいれば、横浜線見たい人もいれば、いや、札幌線だとね。そうだよ、難しいね。スマホで。濡れないスマホでね。そっちのが先かな。そんなこと思いながら。ね。うん、いやいやいや、いいじゃん。たまにいいですよ。でも体ファーってなって、ね、こうやって。生放送やる前に寝てましたよ、僕。ねえ。いやいや、週1回ぐらい、ね。いやいや。でもこれは外撮り、外生配信に成功しましたからね、今日はね。そうですね。ええ。いや、よかった。これ毎週いろんなとこからお送りしたい。いやー、俺、それはそれでこのね、サブアカの方だったらいろんな彩りとかもできてくるからいいなっていう目線もありますから。ね、そうですね。あ、びっくりしたんですけど、この間の元ベルディ日本代表サイドバックのさ、津波聡さんお仕事させてもらったでしょ、はい、津波さん、今度全国社会人盛り運だね、浦安の監督だから、ね、なんかつもそれ出るんで、その話してたんですけど、鹿児島行くんです、大変ですね。って言ったら、鹿児島ね、車で行くんだよ、つって。ね、もう大変、練習しなきゃいけない。車津波さんは大きい車を乗ってて、自分監督なんだけど、選手はもちろん車じゃないよ。時間かけて車で行くの好きなんだって。何日も前から。
で、ところどころでご飯食べたり、いろいろお風呂入ったりしながら、楽しいねっていう。うわぁ、すごくないですか？特に SNS とかバンバンやるわけじゃないんですよ。多分 Vlog とかするためにやってるわけじゃないんですよ。趣味人です。すげえな。だから嬉しかったんですけど、まずは栃木なんでしょって、僕はね、南大門っていう栃木いつもよく行ってんだよ。南大門を知っている。健康さんが南大門を津波さとしさんの口からっていうのが嬉しかったですね。じゃあ何ですか津波さん、フリチンのプール入ってるんですかって言ったら、あれ僕は入らないけどね、あるねって言ってましたけどね。旅人でいらっしゃるんですよね。そうなんだ、ね、私はね、そんな忙しいいろんなとこ行くわけじゃないですけど、用もなく回ったのかしらと思ってね、これね。休み時間ラジオで喋ることを稼ぐためにだけのために。いやありがとうございます。いやいや大した話できないんですけどね、すいません。そういうことで、サウナで撮ってますけどね。いやいいね。いや海外やら J リーグやら熱い週末って毎日言ってますけどね。久保建英選手の話は昨日間に合わなかったもんね、あの後だもんね、撮った後だから。そうでしたね。今日先生動画に出してくれました皇帝パスという、ね、朝に出てると思いますけど、昨日はカラオケボックスで撮ったわけでしょ、うん、昨日の方が音ね、よくなかったと思うんですけど。昨日だって僕カラオケ歌いながら見てましたもん、ソシエダと児童のミスターチルドレンスペシャルやりながら見てました。マジか、30曲ぐらいだったんじゃないですかね。すげえ歌ってる、ちょうど久保選手がアシストした時は抱きしめたい歌ってました。抱きしめたいってね。5点目最後ダメ押しした時は、クロスロード歌ってましたね。ちょっと昔のやつになっちゃいましたけどね。いや、そういえば、ちょっと本編で、話してない、せっかくだから朝の動画の。の時決めました。すいません。すいません。本編でちょっとね、話してない、実はソシエダの裏話があるんです。お、何ですか？ね、細かい話というか、久保選手の活躍度合いに関しては、ミルアカ本編の朝に出てる、久保建英さん、皇帝パスという動画を見ていただいたんですけど、実はね、ソシエダ大変なんですよ、まず。何？まず思い出してほしいのが、今回の朝の動画で、フォワードセルロートって名前を出してた。セルロート、はいはい。で、そうそうそう、人ね。そうなんですよ。よくよく思い出すと、もともと開幕時点での相方は、イサクという。おお、イサク、はい、なんかいましたね。そうそう。で、イサクと久保建英がいい連携で、最初から開幕戦なんかも武田が点取った。はい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 、イサクいた。どうしたの、イサクは。で、ニューカッスルに約100億円でいっちゃったんですよ。あ、出世 ?100 億円はい。はぁーはぁって話で。だから、シーズン開幕してから、相方、お別れしちゃった。あ、そうなのね。だからあんまり見たことないなと思ってたんですけど。でね、実はこの先まだまだあるんですよ、まだ。プレミアムするとこですか。そうなんです。久保自体が変われちゃうんですか、もうこれ。必要ないんですか。でね、それで取ってきたのにサディクってフォワードがいたんです。はいはいはい。で、サディクともいい連携見せたんです。怪我。あ、怪我しちゃった。はい、しかも、レアル・ソシエダで多分、歴史上最高額の移籍金で取ってきた選手が。どこから来たの、サディックは。どこだっけな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、アルメニアとかだった気がしますが。ただ、去年もいい結果残した選手なんですよ。そしたら、1試合か2試合で怪我しちゃって、今季もう終わりなんですよ。あら、かわいそう。大怪我。おー、そっか。そうなんですよ。で、変わったのが、タケよりも年下の、このチームでももともとやってた、アリチョっていう、モハメド・アリチョっていう選手がいるんですよ。惜しい。ね。惜しいのよ。惜しいのよ。モハメド・アリッチョ。はいはいはい。になったんだけど、ちょっとその、アリッチョまで怪我して、それで、一時期4番手まで落ちてたセルロートがある意味、竹のおかげで上がってきた。いや、すごいじゃん。じゃあ、でも逆に言えば誰とでも合うってことだもんね、竹が引き上げた。あ、引っ張ってる感じしたもんね。そっちよ。ああ、アシストにしてくれたんじゃなくて、お前のゴールにしてやったっていうパスだったもんね。そういう系です。ああ、でも胸トラからのシュート、あいつうまかったね。そうなのよ。誰だか、アリチョ？セルロート。セルロート。セルロートってもともとノルウェーなんですけど。ノルウェーなんだ。そうそうそう。なんかね、3年ぐらい前までトルコの地域、トラブゾンスポルとかだったと思うんですけど、そこでいい結果残して、ライプツィヒかなんかで行ったんですよ、ドイツ。ほうほうほう。へぇ。で、ダメだったんですよ。
これ無事にダメで。結果残せなくて、それでレンタルで何チームか行ってもダメで、で、ソシエダでもダメでどうなるって思ったところで、あら、竹投手。今週ブレイクじゃん。だいぶ株上げたじゃん、セルロート。一気に来るかもしれない。ねえ。そう。でもなんかクールで落ち着いてて、なんか力はありそうなのね。そうなの。何を言ってんだ、偉そうに俺がね。ごめんなさい。力はありそうなんだって。サウナおじさんがね、今、サウナの服着てますからね、私ね、今。でも、私でも、ね、セルロート、セルロースがね、すごい大変な。セルロースだっけ、お肉ね。セルロート、これであの3ゴール決めたんですけど、はいはい、うち2個竹じゃな。竹様だね、じゃあね。竹様ですよ。竹師匠だね。で8本か10本シュート打ってると思うんですけど、竹のパスとか、シルバのパスからがほとんどだと思うんで。いやー、じゃあもうお母さんなんかはね、セルロースママはもうあれでしょ、うん、家にもてなしてマッシュポテトをね、頬張りたいでしょ、頬張りたいじゃないの、振る舞いたいでしょ、竹ちゃんと。ね。ほんとそうだよな。ダビド・ニーヤにね。ダビド・ニーヤにね。すごいですね。そうなの。そういう。やっぱりね、こうチームメイトも愛していきたいですよね。セッシュヒダ面白い、ソシエダ面白いですよ、やっぱり。そうなんだよね。ね、セッシュヒダ教わると見やすくなりますわね。なんで、すごいブライス・メンデスっていうのは僕すごいなんか響きが好きなんですけど。ああ、ブライス・メンデス。たまにさ、外人さんの名前でなんか響きが好きな名前ない？わかるわかる。ブライス・メンデスね。わかるね。あとね、一番好きなのはヨナタン・ターです、今。一番響きが好き。どこにいんだっけ、ヨナタン・ター。ね。プレミアですよね。ね、そうだよね。ヨナタン・ターの響き僕好きですね。これアルナウトビッチとか。そう知らない。そんなにいいの。かっこいい。言いやすい。なんか言いたくなっちゃう。口に出して声に出して言いたくなっちゃう名前あるよね。でもやっぱりまず僕らはやっぱ彼じゃないですか。なんですか。オヤルサバル。オヤルサバル、そう言いたくなっちゃうんだよ。オヤルサバルが口に出して言いたくなっちゃう。ね。ねそう。ザハとかもね。ザハの名字なんだって。名字がザハ。そう、ウィルフレッド・ザハ。言いたくなっちゃうよね。言いたくなるね。わかる。わかる、うん。あ、そういえば、ね、ちなみにの話ですけど、さっきノルウェーって言いましたけど、要はだからあれです。ハーランドの先輩です。はい。あー、ノルウェー代表か、ハーランドね。そう、ノルウェー代表のツートップがセルノとハーランド。わー、そうか。そうなんです。なるほどな。で、今のヨーロッパの紙面では、マンチェスター・シティの、やっぱり、ハーランド、が、まあ、踊ってるけど、セルロートも忘れないでねっていうことだよね。そうなの。で、デブライネイコール久保建英みたいな扱いされてる。あ、そういうことね。そうなの。竹ライネ、久保ライネ。久保ライネ。久保ライネな、そういう。いや、でもデブライネのパスからの何度でも言いますけど、シティね、マンチェスターダービーの。曲がるパスでセンターバック2人の間を抜けるパスをサイドバックの左とねセンターバックの裏からバランの裏で決めたねえハーランドとデブライネ師匠の連携 ね師匠ならここに蹴ってくるだって上から見てでもそこ通したいなって思ったところに通したもんであれねそうだねでもあれ普通は通んないよねだってディフェンダー一人挟んでるから見えないしね、フォワードとしては。そうなんだよね。あれ、待ち合わせ場所決まってないと無理だよね、あれね。ハチ公に足ぶつけてるだけだもんね、あれね。渋谷5時にハチ公って言われて、5時にハチ公に足当てたら入っただけだよね、あれね。兄さんがすごいんだよね。いやんですね。5時ぴったりにハチ公の鼻先にボール当てたんだから。おデブちゃんがすごいわけですよ。そうハーランドはもう従順な後輩としてそこに足出したわけだから。でも、久保もそれできてたんじゃないかってことでしょ？そういうことですよ。はぁ、すごいですわな。バランが笑ってましたけど、ちょっと嘘でしょみたいな。ね裏取られ。ちょっとどうすることもできない。間通され、いや、あれされたら無理だみたいなね。ほんとね。はぁ、確かに。確かに。ちょっと、すごいレベルになってきてますな。ねうん、そんな中、アーセナルが1位なんでしょ今、プレミア。そうなんだ。ねうん。すごいよね。でただ、無敗、マンチェスターシティやったら無敗なんですよ。なのになのにそうそうそう。あ、引き分けてるからか。そうそう。ああ、そっか。マンチェスターシティが8試合で6勝2分けで、アースタルが7勝1敗なので、発信的に言うと1個上にあって。直接対決はまだないわけでしょまだ、ね。ああ、じゃあすごい大事になってくるね。そうなんだ。いや、シティはどこが止めれんのどうやったら止めれんでしょ、ね、竹広しか止められないでしょあれはいやバランは止められなかったですけどね
トミーは止めましょうよ。いやだからまあさ、もう一人いるよ。何ですか。止めなくてもいいかもしれない。なんなら5対4で勝ちたいっていう見方もありますから。ブライトン。あ、なるほどね。ブライトンすごいね。ブライトンすごい、ね。今実は1位、そう、1位アーセナル、2位シティ、3位取ってなので、はい、1試合少ないのに4位にいるのがブライトン。あ、ブライトン。いや、面白くなってきましたね。毎日言いますけどね、これね。5位チェルシー、6位ユナイテッドなんで。いや、しびれますな。ちなみに、リバプール9位なんですよ。ああ。ちょっとなかなか。リバプール、あんまり、そうですね、今ね。そうなんだ。ブライトンは、あのね、マネがいなくなっちゃったんでね、バイエルに行っちゃったよね。あ、そうなのよ、ね。そう。で、南野もいなくなっちゃった。南野もいなくなっそうか。そうなの、これだからわかんないよ。来年の今頃、もっと楽しくなってる可能性大ですよ、これ。まだまだ行くかもしれませんからね。ねえ。いや、でもだんだん、こう、レギュラー陣にね、こう、出てきて、一時はね、日本人いっぱい行ったけど、出れないことも多かったりした時代もありましたけどね。そうですね。また楽しいわけだね。あ、でもね、こんなこともあって。毎日言ってますね、これ私ね。ごめんなさいね。あの、ワールドカップ後も、ちょっと楽しみだなってことが起こった。何ですか、何ですか。あの、あれ、毎週恒例、ケイト中村のお時間。あ、出た。スイス、ね、あのオーストリア、ごめんなさい、ラスクリンツ、そうなんです、ラスクリンツ、私、はい、あのですね、はい、実は今節、はい、ケイト中村、はい、ゴールできませんでした、がため息になっちゃうぐらいゴールしてきてるってことだもんね、前、そうなんですよ、うんうんうん、じゃあなんでかって言われたらなんですけど、はい、あの実は相手が、はい、ザルツブル、ああやっぱりね、オーストリアの、うん、ね師匠、そうなんです、ザルツ。で、ただ中村圭人、正直チームで一番、うん、あの、採点が低かったんですよ。あら。あら。それもそのはず。うん。もう、9連覇してるぐらいのザルツブルグが、はい。中村圭人にマークを2人ぐらい。いやー、なるほどね、そのぐらいの。このチームは中村さえ抑えればまず半減だ、みたいな。そんなラスクリンツは今何位なの？今ね、ちょっと引き分けも多くなっちゃってる、今ね、10チーム中3位なんですけど。あら、まあ、全然優勝狙える範囲ですね。関係ないな、もうステップアップでしょ、間違いなく。でしょ。チームがないでしょうが。ね、うん、ね、うん。そうなの。うんうんうん。いや、最近ちょうどその中村圭人が得点したのに、はい、あの、レッドカードがその後に、ね、ラスクに出て勝ち点落としたとか。なるほどね。はぁはぁはぁ。そうなの。ラスクリッツ。そう。あとパリのパン食べるって。駄菓子屋に売ってるね。先生、あれ、ミルク塗ってあるからダメ。ミルクはちょっとあれ。あれをラスクって言ってたんだよ。そう、それ思い出しちゃって、いつもね、この時間にね、夜中に撮ってるのに、そんなもん言わないでくださいよ。ラスク、リンツ、ね。そうだね。だからちょっとね、海外の何チームか日本人所属のチームでは、はい、レッドカードによる問題でちょっと、多いね、最近多いね。一番やばいのが多分ね、伊東純也選手のところだと思うんですよね。あのチームね。スタッドランス。ランス。で、今回はちょっと伊藤、その伊藤選手がレッドカードになっちゃったんですよ。なんかね、珍しいね。まあ、あれなんです、ね。あれもまあ、丸気なかったと思うんだけど、足が残っちゃったっていうかね。まあ、それが足裏で膝いっちゃったから、まあ痛かったろうし、相手もね、しょうがない。スピードありすぎだね、あれね。あのね、うん、9試合で6レッドカードです。いや、すごい。なんかあれかね、アグレッシブにいけって言ってとかね、まあ多分そうだと思いますけど。まあでもただちょっとレッドカードの枚数今世界1位なので。すげえな、あんま聞いたことないね。聞いたことないですね。ああ、もうフェアプレー賞はもらえないね、アワードで。ね。うん。そうなんだよ、ね。こっからもらおうとしたら全員下を上げてね、挨拶とかすげえ頑張んないと無理だね。まあそういうことにもなって。そう。なるほどね。どうもありがとうございます。いやー、そうですか。旗手のミドルシュートの話は昨日しなかったもんね。そうだったね。そうだね。旗手くんね。旗手のミドルシュートやばかったな、ね。なんか、セルティックパークかなあれ。ホームだった？うんうん。なんかちょっと重力とか違うのかね。なんか。あるかもしれないですね。いつもそう思っちゃうんだよね。あの、すごいね。なんかあんのかね、やっぱね、日本人が躍動しやすい何かが。まあそうでしょうね。ねえ。うん。終わってからすごい美味しいもん食べやしてもいいんじゃないか、あれ。なるほど。ねえ。それはあれだ、食堂のおばちゃん。
そいつを呼べ、そいつを代表に呼べ、そのコックさんを。あ、そうだそうだ、せっかくだからもう一回あって、あの、まあちょっとね、海外の話ばっかっていうのもあれなんですけど、うんうんうん、はい、ほら、日本でも例えばミッドウィークに、あ、はい、天皇杯とかもあるじゃないですか。あります、あります。実はの、海外だら過密の関係上で代表戦終わった直後なので、うんうんうん、今週、あれなんですよ。何ですか ?CL、EL、ECL あるんですよ。水木。ほう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 。対戦カードが、うん、ちょっとよだれ出そうで。はい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 。セルティック。フランクフルト VS マスコってなの。あー、面白いねー。いいね。セルティック対レアルに続いてね、またフランクフルトとってのは、はい、いいね。で、ライブズヒー。ライブズヒー、セルティック。おー、いいね。見たいよねー。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。ね。そういうのがちょっと目印なので、私、ブルジョワなんで Wi-Fi 入って、Wi-Fi ワンワン入って。Wi-Fi ワン入ってるの、Wi-Fi がないんで、今家にね。今思い出した。なんか今噛んだんじゃないよね、自分の本能があんまりないぞって言ったんでね。こういうことだろうな、今のは。サウナに、サウナに来ればいいんだから夜ね、大丈夫です。そうですね。スマホだったら見れるから、法人でね。確かに。はい。いいことで。はいはいはい。そうか。で、スマホでだってミラーリングしたらいいんだよ、でかい、ね、画面でと思って。スマホには来てんだから、したら。で、ミラーリングもね、部屋の Wi-Fi ないとできないんだよね。で、ケーブル買えばいいんでしょうけどね。やば。そうなんです。いや、いや、楽しみですね。そして、J リーグもね、いよいよ、ね、順位が決定するような段階になってきたりとかね、そうですね、いろんな可能性がいろいろ決まってきたりして、またまたこれ目が離せない、毎日ね、先生に要所を押さえてもらうんで、ぜひチャンネル登録してくださいね、こっちもね。よろしくお願いしますね。はい、そして11月7日はライブでございます。はい、ミッシーさん来てもらってね、お願いします。やっちゃうよってことなんで、ぜひチャンネル登録、うん、そしてチケットも見てちょうだい。はい。はい、お願いします。待ってますよ。では、これから、サウナに行って寝ます。サウナってか下の階行ったらもうお風呂なんでね。行きたいと思います。ありがとうございました。ね、ありがとうございます。サウナの服でお送りしました。ボックスから。ありがとうございました、先生。ありがとうございました。じゃあ、朝起きて、栃木にロケに行ってまいります。行ってらっしゃい。ありがとうございます。服だけ取りに家に帰ろうかなと思ってます。ね、サンダルで来ちゃってますから、怒られちゃうんですよ。やば、うん、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。